はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。早速でこいつなんかやる気ない顔してるんですけれども、センス丸の虫歯ですね。で、虫歯くんなんで虫歯はね早めに直したいんですけど、コツが変化球、眉村くん、まあ、ちょっとイベントデッキはまだあれなんですけれども、眉村くんがいるので最初は変化球練習でもしようかなというところで、今回のポイントは、まあ、アンドロメダ復刻ガチャでアンドロメダ嵐丸の PR がやたら出てですね、なんとアンドロメダ嵐丸、プラゴになりました。まあ、なのでちょっとそいつを使っていきましょうということになります。じゃあデッキの方を見てみると、こんな感じです。眉村薫、騎馬嵐丸プラゴの45ですねと天城と、五郎になってます。今回はね速球派の投手をちょっと作っていこうかなと思ってます。なので、眉村からはジャイロボールをもらいます。で、五郎からは街道をもらいます。で、天城くんからはハイスピンジャイロをもらいたいなというところです。まあ今回はね、眉村とこの天城がちょっと確定でくれないっていうところがあるんで、まあ、完全なその速球派に欲しいものが取れるかどうかっていうところが不安なところはありますけれども、で、牙の爆速は切ります。前4なんでちょっと前イベが重すぎるんで牙の爆速は切りますと。ただやっぱりね筋力が欲しいんで牙とゴロ2人入れてもう筋力をどんどん稼いでいくと。で、あとは精神も3枚入れてるんで、まあ、精神もどんどん稼いで要はポイントを変換していくっていうことですね。精神ポイントをどれだけ DVD で変換できるかっていうところが、まあ、一つ肝になってきますので、ね、で、変化球キャラは入れてません。だからまあ変化球はちょいと捨て気味ですかね。まあ、これもねポイント変換で手に入れられればいいんですけれども、ちょっとどういう選手ができるかは未知なので、まあ、そもそもね黒金はなかなかアイテムに左右されたりするのでそこがあれなんですけれども、まあまずは筋力増えないんで変化球練習しましょうか。で、眉村はねポーカーフェイスがあるんでそれは潰しておきたいんですけど、どうだろうな、キレか、いいねいいね。あとみんなアイテム何くれるのかさっぱりわかんないですよね。全然確認してないっす。DVD をくれるキャラがいればいいんですけど、あれ、キバってさ、ここ筋力ポイントとか手に入ったっけ。わ結局じゃあ虫歯はね直しましょう、早めに。やっぱり一回で治ってくれよ、おい。この虫歯が厳しい。ちなみにさ、ゴローのさ、自己紹介ってさ筋力ポイント手に入ったっけ。おお、怖い怖い。もうこれもう最速で虫歯を治す。よしよしよし、ようやくか。まあここをねセンス丸でどれだけ取り戻せるか。まあ最初の練習2回でもな、この評価上げとかも考えるとね結構痛いんすよね。これは休息でいきましょう。そう、お金も全然稼げてないし、そう考えると金儲けと。ただお金がない状態でね必要ない。あんまりリスクのあるものは取りたくないから、まあ岩井くんだな、頼むぞ本当に。おい金が金がないで、まあ、眉村の野球観については普通にバントのコツをもらっておきましょう。バント封じか。で、バント封じはね敏捷を使うやつなんで、で、一応購買部は除いて45円しかないよ、全く45円しかないけど10円のものは買っとこう。これだけでいいか。さあ、あとは練習を見つつ、どうしようかね。なるべくメンタルを早めに上げておきたいのがあるから、カオルちゃんだな。まあカオルちゃんとゴローの強化を上げていきましょうと。
まだ自己紹介続いてんのか前イベいっぱいいるからな。あとはあれ、なんかすっげえ微妙だな。変化球練習しておきますか。変化球キャラがいないんで。で次はコントロールか変化球か、どうしようかな。嵐丸がやっぱり少ないよな。これはちょっと嵐丸の評価を上げていくか。最初の金儲けってめちゃくちゃ重要だな。さて頼むぞ。これはガマ口だな。一応大成功してくれると嬉しいけど、まあしょうがない。うお、体力がゴリゴリ削られていくな。どうしよっかな。回復っていうのもありだけどな。まあでも経験点も欲しいからな。そう、変化球ポイントはね、稼げるときにちょっと稼いでおきたいっていうのがやっぱりあるから。会員権欲しい。会員権欲しいけど、取り置きしとこう。200円のものを取り置きか、ちょっと悲しいな。お、そうそうそう。で、天木くんは、ここでね、速球派になれるんで、速球派になりましょう。多分パワチャル的にはね速球中心の投手だと打ちやすいっていうのがあるかもしんないけど。おわ、まさか金が減らされた。まあいいや。98円とかマジ今回金不足だな。スタミナでもやっとく。さあここで金徳1回目ですね。天木くんの成功率も急速とかになるのかな。特訓しよう。で、野球のすべてを楽しみたい。これはね、一応、下で続けられるんですけど、まあ、別に続けるあれもないんで、切っちゃいましょう。切った方が基本的に安定はすると思うんですよね。急速練習やっておきますか。監督、金くれ。マジ金がないっす、監督。ありがとうございます。天木も結構進むね。後イベだからか。練習の鬼、これはなー、どうしようかな。どうせ回復したところで、あ、でもな、20しか回復しないからな、ちょっと悩むね。あんまり練習もできてないからな。とりあえず体力回復させておくか。で、金儲けて体力全開と。これはマネちゃんと授業やっときますか。お願いします。本当にお願いします。まあまあまあ、よしよし。はいやおお、いいね。コークスクリュー。さて、ハイスピンジャイロ掴んで、で、あと脇場からジャイロボールのコツが欲しい。一応購買部は覗きましょう。10円のジュースはちょっと買っておいて、ネックレスとかはいらないしな。意気投合のお守り、いいやつか。っていうか、あ、新流石買っとこう。運が悪いからな、今。ラテン CD って何なの？あ、店舗もあるか。会員券まだ買えないのか。本当に貧乏人だな、俺は。コツ。あ、いいね、ここは。もちろん、嵐丸からね、伸びのコツをもらいたいんで。対強打者。ま、潰しておきましょう。文化祭。練習試合やろう。おお、まあまあまあ。よしよしよし。いやー、本当に
運が絡むよな。キバ、あれキバってなんか潰すのあったっけ。チームメイトでキバ、特に直撮りするものはないのでこのまま練習しましょう。一緒に練習か。監督金くれ。あ、金くんなかった。これどうなの、やった方がいいの。参加しよっか。俺は今新竜石を持ってるからな。これもよくわかんないしな。食堂行こう。やる気が下がった。でこれどうしよっかな。クロスファイヤーがあるっちゃあるけどな。やめさせよう。鉄腕にしよう、鉄腕。わー 24% か。3人いるね。ここはちょっとパワージュースを飲むか。パワージュースを飲んで練習と。あ、潰してない潰してない。すぐ忘れる。最強打者結局ここか。変化とスタミナか。まあ別にいいや。ちょっと今どういう状況だっけ。これはめっちゃ安。センス丸も来てるからね。対強打者もったいなかったな。これはちょっと岩井くんにかけよう。どっちがいいのこれ。上の方が全然いいね。頼むぞ。200円払ってるんだ。まあいいか。あ、これはな、変化球がいないんで、まあ、変化球ポイントを取っておくのがいいかな。筋力も欲しいといえば欲しいんだけど、筋力キャラは2人いるんで、なんとかなるでしょ。68ももらえるんだ。すげえな。精神はちょっともらっておく。ちょ、会員権ももらっておく。ちょっともったいなかったな。もったいないばっかだな。緊急当番か。緊急当番買ってコツを潰しておくっていうのもありだよな。精神ポイント変化ポイントに変換くるかっとこう。であとは緊急当番を買ってどうしようかな。68円はやっぱ残しとくか。で緊急当番はもう掴んじゃおう。これで眉村は2つ掴んだか。そうするとコントロールが多いな。本当はね、急速練習したいんだけど、ま、年内はちょっと強化上げっていうのがありますからね。さあどうしようかな。これは打たれ強さで、上がクイック。クイックっていうのもね、貴重だからね。クイックもらっとく。クイック2でもらえるんだっけ。おお、いいね。さてよしよしよし。鉄腕で、あ、メンタルいるね。さあメンタルをどんどん稼いでこう。コントロール図鑑か。なかなかいいの送れるな。やる気を1段階上げておきたいな。ここのコツは 12% か。嵐丸から伸びをもらいたい気もするけど、どうしようかな。経験点的にはやっぱりこっちの方がいいよね。 12% だからな。天城の評価も上げておきたいからね。カオルちゃんは勝ち運を掴んでおくと。コントロール練習して、よし。で一緒に練習か。まあ精神ポイントくれるんでね、それはそれでいいでしょう。これはちょっと体力を回復させるか。で体力を回復させて、かつ初詣も体力回復させようかな。
で、さらに金儲けをやれば全開まではいかないか、ある程度はでも回復するんで、ここはどうしようかな。なんか6なのねえな。宝塚とバイトかな。バイトしかないな。おい今回マジで資金なんだな。で、眉村のイベントが来たか。俺はあのボールを投げたい。ジャイロボールを投げたいんだ。ここからコントロールかコツか、コントロールかコツかって言われたら今のところはコツだな。で、これは買っとくでしょ。新竜石はもういらないでしょ。黒ファイがあるね。緩急もあるね。どうしようかな。黒ファイのコツ掴んどこっか。で、これはもう取っちゃおう。クロスファイア取って、で、キバからはジャイロボールだな、欲しいのは。よし、で、ジャイロボールももう掴んじゃおう。ありがとうございます監督。本当にお金ないんす俺今。で、これは CD にして、ジャイロボールは眉村と同じ球を投げたい。で、爆速ストレートは切るんで、夜間にしよう。で、夜間にすると確か敏捷ポイントが入ったと思うんですよね。体力は減る方だ。敏捷27ついでにキレももらえるんだ。どうしよっかな。寝るっていうよりはちょっとあとメンタルで回復させていく。キバってちなみにさ、あと何があったっけ。伸びだよな。伸びが欲しいね。そのためには球速が全然伸ばせてないな。そうそうそう、今回キバから敏捷もらったんで、これクイックも取れるんですよね。クイックはもう取っちゃおうか。キレも取っておこう。で、そこからジャイロボールを取るでしょ。一応敏捷も稼いでおくか。そうすると他に何使ったっけ。あれか、バント封じか。よし、燃え玉来た。おわー、やばい、これはやばいとりあえず金儲けして、岩井くんマジかよ、ほんと金不足だな今回ありがとうございます。で、購買部見て、いや、ハイパー歯ブラシとかじゃなくてさ、スポーツジムチケット、これ買ったらマジで金がなくなるいや、スポーツジムチケット欲しい。でも7円になっちゃったよ。監督いるな。ちょっと直してもらえるかな。サボらなければいいけど頼む。てか、ゴロまだ評価足りてねえのかよ。筋力もらって、監督、お、30円きつい。30円はこれは伸びだな。金がマジない。金がほんとないっす。まあ少しでも精神を稼いで、これは、おわ、打たれた。ジャイロボールが、大変だったね。2つ成功させるとなるとな、結構厳しいよな。
どうしようかな。これはこっちでいいか。っていうかね、お金がなさすぎるんだよこいつマジ貧乏人だな。これは金だ金、もうとにかく金。もう一回いけるね。金だ金。おお、120円も手に入れた。やったー。これどうしようかな。回復させようか。で金儲けして、一応体力は全開と。授業しよう。お願いしますゆかり様マジ終わってるこいつらマジみんな詐欺だ詐欺師ばっかりだよ。どういうことよ本当に。万能スケジュール帳とかもういらねえしな。可愛いぬいぐるみもいらないしな。あ、伸びがあるね。買えないけど伸び努力書悲しすぎる。じゃあ前村くんと練習しますか。精神もな、思ったより稼げてないからな。まあこういう時に下げられるか。フリマ、いや買えねえよ、もう金ねえもん俺だって。それはまあ金ないけど真ん中にしとくかこれマジ売りたい。なんかあるっけ売るもん。あんま使ってなかったねそういえば。全部使うよこれ。スタミナ練習図鑑売る。金だな金やっぱり。倍俺はとにかく今金が欲しいんだ。ダメだったかまあそんな気はしてたけどね。あ、これはこれは急速で牙から伸びをもらっておきますか。で伸びが4になって、伸び4だったら取っちゃっていいでしょう。重い球をとりあえず取って、ちょっと待ってね。アイテム使うものは使っちゃおう。で変化球使って、急速レベル上げて、コントロールレベルも上げて、ジムチケットはまだと。ここで練習と。右脳ストレッチマシーンか。キバも意外にコツくんないね。いや金ないのにさ、金ないけどグレートプレミアムガチャをやろう。肘マッサージ機って、肘のあれが治るんだっけ、肘爆弾的なものがこれ売りたかったな、どうせだったら。てか精神キャラがさ全く働いてないんだけど。あ、やる気が分かったありがとうございます。で金儲けして、祝いと投資。マジ詐欺師と投資だからな。こいつからいくら踏んだくられて、おいマジかよ踏んだくられすぎだろ。今回はマジこいつ貧乏人だな。貧乏人と呼ぼう。しょうがない、そういう星のもとに生まれたんだから。ちょっと申し訳ないけど、そういう星のもとっていうのはねやっぱりありますからね。めっちゃ見守って、復活かなり掴んだ、いいね。ここでメンタルが来てくれればな、いいんだけどな。本当に精神キャラも働いてくれないし。復活いくつ使う？あーでもこんなもんか。3だとだいぶいいね。で鉄は戻っとくか。ハイスピンじゃ色戻っておきますか。まあこんなもんかな。どうしようかな。アイテムも特にないしね。スポーツジムチケット使うか。右脳ストレッチマシーン使う肘爆弾取れるとか。メンタルを練習していこう。
こっからだ、こっから。新学年になってからだよ。てか、センス丸がもったいないね。練習も特に何にもねえしな。メンタルやっとく？で、次、タックが来て。あ、また金だ、金、金、金。これはもう金だよ、金。俺はこうやって掃除をして金を手に入れるしかないのか。あ、そうか、あと、スタメンだ、スタメン。スタメンも勝ち取んなきゃいけないから、150円しかねえよ。コツ、本当はコツが欲しいけど、金、金。今、金が欲しい。78円。いいね。で、5月で金儲けして、これはちょっとな、無難に行くか。いや、終わってるな。マジ終わってるな、これ。やっぱりやめよう。で、もう練習して金を稼ぐしかないからね。よしよしよし。60円ゲット。精神で60円ゲットはほんとすごいよな。で、これは、ガンガン行きましょう。ガンガン。ガンガン金を出す。金ないけど。ありがとうございます。よーし。ここでの体力回復ちょっともったいなかったね。五郎くんか。購買部を除いて、技術強化を買っとくでしょ。職人枕はもうちょっと5月に入っちゃってるからな。あ、伸びがある。え、どうしようかな。伸び？今1だよね。伸び1で伸び3。いや、伸び3じゃちょっと取りづらいから、とりあえずここは一緒に練習して、90円。やっぱりお金っていうのはさ、地道に稼がないとね、こう練習したり、奉仕活動したり。うわー、撃たれた。カイドウ41かー。っていうか、全然能力上げてなかったからな。いや、これはちょっと厳しいね。能力的にも多分厳しいな。騎馬と守備連やっとおきますか。おいおいおい。で、金儲けして。これもなんかな、ろくなもんか来ねえな。矢部君とバイトっていくらもらえるんだっけ。90円か。体力消費は運次第。監督に託す？これもう監督に託そう。50円くらいだったらいいや。頼むよ監督。まあそりゃそうだよね。それは分かってたよ。いやー、今回ほんと貧乏人はきついね。天城か。天城は何があったっけ。筋力ちょっと買っとこう。伸びがあるか。そうか、もう伸びどうする。伸び取ろう、買おう。もう金の使い道はもうこういうところしかないからな。でメンタルか。結局メンタルもな、全然変換できてないからな。よいしょ。で、本当になんか、本当にメンタルキャラ働かないな。寝とく？いや、ここはメンタル行こう。で、コツ、天城。まあ、もともとね、確か投手って、精神練習とメンタル練習に来る確率が、他の練習と比べて少ないはずなんですよ。だから得意練習率アップがあったとしても、そんなに頻繁に来るっていう感じじゃないんだよね。てか、街道283かよ。重すぎだろ。天城くんと。で、精神ポイントをゲットして、もういつの間にか試合だな。90ももらえるんだ。すげえっちゃすげえな。で、購買部はもうないのか。
いや、黒金はほんと金だな。金に左右されるね。ミオちゃんが怒っている。これはチャンスで全員操作にしますか。これを持ってきてるんで。で、とりあえず変化球覚えないと話にならないね。変化球は一応スプリットにしとこう。で、あとはなんか取れるもの、特に取れるものは取ったか。で、アイテムはこれだし、球速をまた上げられるだけ上げとくか。150で、スタミナが全然ねえじゃん。スタミナはまあいいないとちょっとね、さすがにきついんで。で、コントロールはいくらでいいか。センス丸でこれたかんね。これセンス丸じゃなかったら完全に終わってたな、この選手。早速打たれてるし、しかも持ち持ち、まあ、黒金はね、ほんとこの打線がめっちゃ強いからな。スポーツジムチケットがまあ1回でもね出てくれれば、こいつは弱いけど。岩井くん、ああ、なんか行かねえかなと思ったけど、野五郎くんに変わってるし、まあそりゃそうだよな。いや、貧乏人は野球の能力を上げるのがこんなにもきついとは。いや、多分今まででね、これ最高に金儲けが失敗してますね。うわ、24%、 もうこれやるしかないよ。もうすげえいい加減になってきてんな。あ、そう、金がねえんだ、金が。まあもう別に金使わないからいいけどさ。メンタルようやく来たか。嵐丸とか初めてじゃねえ、もしや。なんかアイテムくれそうだよね。リリースか、こいつリリースの書なんてくれるんだ。で、リリースって俺は取ったっけ。今回リリース持ちのやついたっけ。あ、いないね。じゃあちょっとリリースの書使うか、後で。大体言っていられたら、なんで立ち上がりが悪すぎだろう。このまま、おお、進んでくれないか。ムード×、誰だよムード×なんて。ほんとひどいよな。まあもうここら辺の経験ってはしょうがないよ。そうだよな、伸びこそ欲しいよな。伸び3だもんね。ちょっとこれはここもまあすごいね。めちゃもらえるね、めちゃもらえるね。これどうしよう、これ筋力にする。筋力に走ろう、これすごいわ。だ、編成的にはね、悪くないと思うんですよ、編成的には。野五郎くん、なんかくれ、なんでもいいよ。何もくんない、本当にな、こいつも何もくんないよな。で、急速上げとく。152、なんかそういやチャレンジであった気がするんですよね。今なんだっけ、ひな祭りチャレンジみたいなのがあって、治癒はねもう絶対取れないっすね。まだね、あのパワチャレ1試合もやってないんで。時間がなくてね、ちょっとパワチャレをやる。今回はね、もう中は早々に諦めます。初球を打った、スタンドに入りました。第2球投げた、これはボール。本当はね、中欲しいんですよね。速射釘付けっていうね、やっぱりなかなかね、投手にとっていい能力を持ってるんで。
行くか。うわ、あ、抜けた。なぜか抜けた。やった。チャンス丸。お、珍しく抑えてると思った。おい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 。そのまま負けたか。まあいいや。なんか結局悲しい選手になったな、こいつは。やっぱりそういうね、星の元っていうのはあるんだな。こいつには申し訳ないけど。4位か。結局精神変化球 DVD も無駄になったのも抑えしかないよ、こいつは。3600か、まあ、そんなもんだろうな。何あげられる？スプリットあげとこう。で、なんだかんだで精神は精神であんまりそうだな。街道も取れなかったし、こいつはね、そもそも登録しないんで、適当にポイントを消費していきましょう。あとは、あ、伸び一応取れんのか。ポーカーフェイスはいいや。で、弾道は重要だから上げといて、これでいいか。B75 だいぶだいぶしょぼい選手に、なりましたね。これはこれは理論的にはいいはずなんだけどな。まあそんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。